はい、ご紹介いただきました新入生関係交流会委員長石本雄大です。理工学部自然科学コースに所属2年生です。と。どうぞご紹介に預かりました副委員長の藤井瞳です。生物資源産業学部です。よろしくお願いします。お願いいたします。お願いいたします。で、さつき祭の報告をさせていただきます。新入生関係交流会委員,会委員長石本雄大副委員長、藤井ひとみです。 でまず、えー、新入生歓迎交流委員会について説明させていただきます。新入生歓迎交流委員会は、えー、3月から5月にかけて活動しております。3月には、せ、えー、流といった新入生向けの、えー、広報雑誌を発行したり、あと4月には新入生歓迎交流会新刊を、えー、させていただいております。 で同時並行で、サツキ祭の準備もしています。で徳島大学の1、2年生63名で活動しており、す、え、べ、ー、ては新入生のためで、徳島大学を知ってもらうため、徳島大学にな染んでもらい、好きになってもらうという目標を掲げて活動しております。で5月の最後の仕事はサツキ祭です。今年は6月に開催いたしました。 で、えー、っと、新入生歓迎交流委員会は5つの部局に分かれて活動しております。まず最初に、本部です。本部は委員長、副委員長、会計の三役で成り立っています。本部の仕事といたしましたら、えーっと、部局の取りまとめであったり、企画書の作成であったり、学生支援課とのやり取りをしています。であとは 外部企業の方とのやり取りもさせていただいております。パンフレットの裏の広告を取る際の連絡だったりも行っております。次。運営の部局ですね。運営は模擬店の管理をしたり、ステージ機材、電源の管理をしましたり、 えー、物品の貸し出しや、まあ、駐車場の見回り等々当日を行っております。次ですね。企画という部局です。企画はステージ企画の立案であったり、当日の司会進行であったり、えー、っと当日の音響などの PA を行ったりしています。 次ですね。ビッグです。ビッグは球技大会の運営を行いました。えー、っと、さつき祭では体育館の方で球技大会をしておりまして、その運営をビッグという部局がしておりました。次ですね。制作という部局です。 主に制作の仕事は縦看板をせ、縦看板を作ったり、垂れ幕の作成で、ステージバックボードの作成であったり、門中等の作成を行っております。<laughs> 主に、えーと、当日以外の仕事を、えー、制作は行うことが多いです。で、総ーです。 4年ぶりの開催で、実行委員の2年生は去年の悔しい思いを晴らすことができました。えー、去年、えー、コロナウイルスの影響、拡大の影響により、やっぱり、えー、ちょっと中止になってしまって、実行委員側としても、まあ、もう準備は完璧にしていたので、結構悔しい思いを <laughs> している子がいて、まあ、今年は絶対にしたいという思いで、えー、活動をしていました。 で4年ぶりに開催することができて、軸員側もすっごく楽しそうにしている姿を見て、すごく、えー、重きがありました。次ですね、皐、え、月、ー、祭りでの入場者数が今年1200人強、えー、入場して入場者がいました。で、これはもう例年の2倍以上の数で、えー、すごく <laughs> にぎわい。 がありましたで、1日しか開催しないのに、この人数が来てくれたっていうことは、まあ、自分たちも、えー、と3月から頑張,って頑張ってきた証拠であったと思われます。次ですね。とにかく実行委員も来場者の方々も本当に楽しそうにしていただきました。まあ、4年ぶりの開催であったことや、えー、と模擬店。 えー、教室企画の数を増やせれたことが、このような結果につながったと思います。えー、本当に、えー、たくさんの方々にご協力いただき、ご支援いただいたさつき祭であったと思います。えー、これからも新入生歓迎交流委員会は、えー、っと新入生のために盛り上げていくので、えーっと、これからも応援の方よろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。